セラリサは、日本の女優、プロレスラー。広島県セラ郡セラ町出身。女優としては、ミキプロダクション、劇団水色革命、プロレスラーとしては、アイスリボンに所属している。父は、セラ町の奥田正和町長。夫は大日本プロレス所属のオルカウト。女水館高校卒業後に上京して、専門学校の声優タレント学科に進学。 国道ファミリーでのコスチューム当初着用していたコスチュームは須山博次が残念だと嘆くなど業界関係者の間で評判が悪かった。そのためセラリサ改造計画と銘打ったイベントを開き、その中で松本と紫雷、ミオ、バンビの3名がコスチューム案を提示し、ミオデザインが採用された。ニーパッドにはマグロがデザインされているが、 前のコスチュームの時に、戦友として抱えていたマグロのフィギュアに別れを告げ、その魂として入れたもの。セラ長の許可を得て、コスチュームに同調書をあしらっていたが、2013年12月9日、ユニフォームに入れていたセラ長の町長が、地元で問題にされ、コスチュームから取り除くことを、ブログで表明。12、11の大会では、涙ながらに事情を説明。 この日はガムテープで隠す対応を取った。ハードコアマッチを行う際は極道バージョンのコスチュームで登場。通常用コスチュームも2016年3月の広島大会から剣道着をイメージした濃紺のものを中心に着用している。ありがとうございます。